こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、みさきズブーン始まりました。よろしくお願いします。みさきの部屋ですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は今やってるドラマヘブンの石原さとみさん風ヘアアレンジをやってみました。めちゃくちゃ可愛いですよね、石原さとみさん。可愛いというかもう綺麗ですね。綺麗、もうあのヘアをやってみたいと思って今日はちょっと動画でずっと見てやってみた、やってきたんで。はい、わかりました。練習してきたんで、はい、はい、やってみました。で前髪、うん、私あるんですけど、石原さとみさんはないので、ちょっとない体で見てほしいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。それでは、動画スタート。リレイのバームを使います。ちょっとだけ毛先を軽く巻いた状態です。そこにバームを毛先から順に全体に伸ばしていきます。表面もしっかりとつけていきます。ここからここまで斜めに取り分けていきます。手ぐしで溶かしながらまとめていきます。まとめたらゴムで毛先が下を向くようにお団子状にしていきます。お団子部分をつかみながらトップをほぐしていきます。3ミリ束で少しずつほぐしていきます。お団子部分を縦に裂くようにほぐしていきます。お団子の毛先の部分を少しだけ取ってねじりながら巻きつけていきます。もう一度ゴムで結んでいきます。ホリスティックキュアの 32mm のコテを使います。下の髪の毛を3センチ束ずつくらいでできるだけ根元の部分から巻いていきます。外巻きでも内巻きでもできる方でやりやすい方で巻いていきます。全部巻き終わったら手ぐしで少し揺らしながらほぐしていきます。ドラマヘブンの石原さとみさんのヘアをやってみました。ぜひ気になってた方はやってみてください。 See you next time!